お人前さぬきうどんの材料、お水 230cc、 お塩 15g、 中力粉 500g。 中力粉たくさん必要なんだね。どうかしたの？中力粉って薄力粉や強力粉の仲間だよね。名前はよく聞くけど何の粉なんだろう。確かに正体気になるね。気になる。よし、一緒に調べてみよう。あー、知ろう食べよう高松ご自慢給食麦編。さて、中力粉の正体は？ドキドキ。小麦です。小麦？小麦は麦の一種で、小麦からできた小麦粉はパンやお菓子、うどんなどの麺類の元になります。そうだったんだ。大麦、大麦、麦にもいろいろ種類があるんだって。わあ、仲間がいっぱい。大麦は給食によく登場するね。あ、麦ご飯？正解。大麦はお腹の調子を整える食物繊維をはじめ、重要なビタミンやミネラルを多く含んでいるみたい。おお。小麦も炭水化物を主成分に、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルなど豊富な栄養成分を含んでいるよ。麦、すごすぎる。高松の小麦の農業産出額も香川県内で1位。香川1位？すごい。高松市の小麦作付け面積は640ヘクタールで、栗林公園の平庭部 39.5 個分。ちょっとわかりづらいけど広そう。育てているところ見てみたいな。心の準備はいい？もちろん。レッツゴー。ひょえー。私は高松で10年間小麦を作っている山田と申します。こんにちは。これは小麦？大麦？それとも？はい、これがさぬきの夢2009です。オリジナル小麦？うどんへの愛を感じる。さぬきの夢2009、おうどんにしたら大変美味しいです。おうどん以外にもパンとかお菓子とかも作ってます。大変美味しいので皆さん一生懸命美味しく食べてください。はい。この料理も美味しそう。混ぜてこねた生地を伸ばして切って、よし、あとは茹でるだけ。わあ、美味しそう。早く食べたい。そういえばお姉ちゃん、どうしてうどん5人前も作ったの？それはね、お姉ちゃんが4人前食べたかったからだよ。え？今日も美味しくいただきます。